いきます、はい。現在肩を痛めてベンチの練習がまともにできていないです。ウッシーさんは肩を痛めたことありますか？痛めた際はどのような胸の種目を行っていましたか？はい、肩を痛めたことあります。普通にベンチやっててもあるんですけど、一番痛めた時はやっぱ古着屋ベンチをやってた時です。はい、古着屋って自分が本来持ってないはずの持つじゃないですか。でベンチは正直めっちゃ痛かったですけど、やっぱりそこでもやるとしたら、やっぱりこのいつも言ってる肩関節伸展のベンチプレス、肩の位置を決めちゃってから行うと、うん、結局ね、肩痛めた人もみんな最終的にこのベンチに落ち着くんですよね、うん。ベンチできないけど、その中でできるようなベンチを探していった結果、そこに落ち着いてますね。そこに落ち着いてますね。はい、 OK です。今のサイクルやプログラムなどを詳しく知りたいです。ちょっとこれね、語ると長くなっちゃうので、うん、そうですね、別で動画出すんで、はい、これはごめんなさい、今回は喋んないです。はい、肩の落とし方と背中の立て方と足の押し込みのタイミングがよく分かりません。肩の落とし方に関しては、肩の伸展でまずグッと落としますよね、うん。でこの背中の立て方と足の押しに関しては、これは僕は同時だと思ってるんで、うん、足で押すタイミングと胸をギュッと上げるタイミングで背中って上がってくるんで、この状態を作ってあげるのはもう同時、うん。最初に肩を落とし込む、足で押し込んでギュッといくとって感じですかね、うん。同じ、はい、はい、じゃあ次いきます。ベンチペースのグリップ、ハの字、逆ハの字、どっちですか？おすすめ教えてください。はい、逆ハの字からの、まあ、ハの字みたいなイメージなんですけど、まあ、結果こうはならないんですけど、うん、最初からこのイメージで持つことはないです、うん。逆ハの字でこう肘をロックするなりね、外方向に圧かけるなりっていう、こういう動き大事なんですよね。そこでやっぱ肘の位置も固定されて、軌道がぶれないベンチができると。はい、じゃあ次の質問です。ちょっと肩の伸展に関しての質問がいっぱい来たので、ちょっと1個まとめちゃうんですけど、まあ、まとめちゃうと落とし方のコツですね。肩の落とし方のコツですね。これに関しては正直もうリラックスなんですよね、うん。もうリラックスさせないと落ちないし、リラックスした上でのここはちゃんと力ある程度入れとかないと、あの全部沈んじゃうから。そうですね、この胸椎の立ちと肩のリラックスっていうのは、この何ですか、まあ、逆の作用で外反するものだけど、そうそうそう、反復は、はい、反だ、カントリーマームみたいな感じです。チョコチップですか？チョコチップとクッキーの、うん、このハーモニーをこう、なるほどね、すごく今分かりやすい説明をしていただいてますね。はい、じゃあ次の質問いきます。やばい、はい、頭側にスライドするときに首を左右に振ってる方がよくいますが、あれは首の筋肉を緩ませて首が伸びやすくしてるんですか？その結果肩が入りやすいのですか？まあ別に首の筋肉を緩ませる目的でやってるわけではないですね。別にあれやらなくても緩ませれる、うん。ただあれやる目的はやっぱり肩の受ける位置をなるべく上で受けるためですよね。こう一緒に入れてるだけじゃやっぱ入っていかないと、うん。片方ずつクイックイって入れることでより上で受けてるんですよね。だからそのためですね。はい、OK です。ありがとうございます。では最後の質問いきます。最後の質問ですか？はい、で最後はね、僕からですね、はい、僕からウッシーに向けての質問をちょっと一個。何ですか？パワーリフティングの最終的な目標を教えてください。最終的な目標、僕の競技的な目標ですね。もちろん世界一、日本人初のノーギア世界チャンピオン、ここです。知ってました？世界一目指してるんですよ。でね、取ってくれると思ってるんで、そのサポートも僕らは全力でやっていきますよ。まだ日本人でね、ノーギアで世界チャンピオンになった人いないんですよ。だから日本人初のノーギア世界チャンピオン、これを取ってもらいます。必ず。まずは次の JCP で日本チャンピオン、日本チャンピオンいきます。うん、いっちゃいましょう。よっしゃって感じですかね、質問、まあ、たくさんいただいて30件以上いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、質問ね、随時受け付けてはいるんで、で僕らコメントを必ず返してるんで、もうコメントとかどんどんください。まあ、もちろんインスタグラムの DM とかでも OKDM 待ってます。うん、もうじゃあカメラ近くから、右耳左耳こうに見て、右耳左耳こうに見て、右耳左耳、不適切なコンテンツ。まあこんな感じで、まあ、あの3人揃うとふざけすぎてしまうっていう悪い癖が出ちゃうんですけど、何時間撮ってるんですかこれ。まあ楽しく撮ってます。はい、では今日はこれで終了になります。皆さん、良いパワーライフを。